This tournament has been fantastic. The production has been off the charts. And the way I see how the screen are, seeing how the staff has been, is an absolutely phenomenal job. 今回のアークワールドツアーについて、思ったのは、その一応前回も違う種目で参加したんですけど、その時って選手との交流って実はそのあんまりなかったんですよ。ただ今回はこの8人の選手全員と実は交流ができて、その違いはすごくでかいなと思います。かなりその熱心なプレイヤーがすごい多かったので、まあ、我々がアークシステムワークスから来ましたということを伝えるとですね、結構このいろいろな意見だったりとか、なんていうんですかね、リクエストだったりとか、私どもの方にいろいろお話ししてくれて、すごく楽しい貴重な経験になりました。You can really tell when a player is phenomenal in that game. Like, all the players here, all 8 in the finals for DNF Duel, they are world-class competitors and you would never be able to mistake that. ユソン・チャ選手がものすごく僕のことを考えて、そのグラップラーというキャラクターに対して、真面目に向き合って対策してきたんだなっていう分かる内容で僕を倒しに来たのがすごく印象に残ってます。역시고이치선수가그렇게압도적으로우승하는모습을보면서와이게진짜프로게이머구나라는걸신기감하게되고또나름대로동기부여도된것같아서좋았던것같습니다. DNF デュエルは非常に触りやすいゲームとなってますので、と格闘ゲームをあまりやったことない方でも必殺技出せますし、コモも簡単に出せるようになってます。で、まあ、エフェクトであったりとかキャラクターのアクションだったりっていうところはやっぱりまずはプレイして楽しい、動かして楽しいだったりとか、まあ、見てる人もそれを見てわかっこいいとか楽しいと思えるような、そんなゲームになっているんじゃないかなと思ってますし、私としてもそこが一番やっぱ大事なファクター要素なんじゃないかなと思います。